頭で考えるよりなんか体の方がこう海に行きたいなというようなことを感じさせてくれるっていうのはちょっと謎なんですけど、結構海ってすごいなと思うところありますね。こちらのフロリックシーアドベンチャーパークラドメというものを、運営しております。海の上にこう浮かべて飛んだり跳ねたり、まあ、飛び込んだりトランポリンとかあるので、まあ、そこで遊んだりとか、そういったイメージのパークになります。そうですね、去年の春頃なんですけど、まあ、たまたまこれと同じようなあのパークが海外で開催されているのをちょっと見かけることがありまして、日本になかなかまだないなと。浦留の海はまあ日本でもトップクラスに綺麗な海ということで、掛け合わせたらすごい面白いものになるんじゃないかなと思って、それがきっかけですね。まあ僕も本当に初めての試みで、お客さんがどういう反応されるんかなっていうのは結構未知数だったんですけど、まあ、超面白いとかですね、楽しすぎるとか、そういった声がかなりたくさん聞けるので魅力になってるなと思います。年々海水浴客が減ってきてるというような状況があって、綺麗な海があるから来てくださいっていうだけじゃなかなか人が来づらくなってるのかなと。これで遊べるとか、こういった楽しみがあるっていうことを見てもらって、海水浴客がまあそれによって増えていくんじゃないかなと思ってます。この岩見というところが岩見温泉もありますし、食も美味しいし、他にもこういろんなアクティビティがあるので、まあ夏になったら岩見に行ったらいろいろできるしっていうような、なんかこうイメージがしっかりと浸透して賑わうような、そんなね景色が見れると最高かなと。海と日本。